はい、最強人人生ってアスタカッチでございます。ということでいきましょう。大会ね、皆さんどうですか、調子は。もうね、早いもので後半になってますけども、さあ私タカッチはですね、36歳です。同世代の方に夢を、そしてリボンも一個も取ってないよっていう方たちに夢を与えたいということで、リボン目指してやっております。よろしくお願いします。はい、でね、もうね、ちょこちょこ仕事の合間をね縫ってやっているわけなんですけども、現時点で私タカッチの順位何位なのか、ちょっと先に見ていきましょうかね。試合を1試合やりたいんですけども、先に順位見ていきたいと思います。私の順位ですね。さあ今私の順位が載っております。まあちょっとね、編集上もしかすると画面上にね、モザイクがかかってなんかってなってるかもしれませんってなってるかもしれませんけども、今からお見せしたいと思います。さあ今の私の順位はこちらです。どうぞ。はい、28勝9敗、ちょうど1000位、レート7007位でございまーす。てか、すごくない？ちょうど1000位なんだけど。ねえ、すごいよね。いやーね、正直言うとちょっとね、負けてます。今回の大会は。しかも前回の大会より、12球団の大会より負けてます。なんで、正直、まあ、調子はね、そこまで良くないのかもしれないんですけど、でもまあまあ、結果はね、1戦、リボン取れればそれでいいんで、はい、ちょっとね、これから1試合やっていきたいと思います。1戦にちょうどってすごくないっていうかね。あ、なんか今、なんか変なボタンを押したら順位が1個変わりました、今。まあ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 、いや、999位になって、もうリボン圏内に入ったということで、頑張りたいと思います。それでは、やってまいりましょう。しゃっ。さあ、お相手の方、847位かな。もうちょっとね、レートがキンキンだったんで、もうここからはね、すいません。ちょっと本当に喋れなくなるとは思うんですけども、お許しいただきたいなと思います。一球一球集中してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こっからはね、本当に大事な試合になってくるんで、負けられない。これは、マジで。さあ、お相手もね、ちょっと慎重になってる感じあるよね。さあもう喋れないです、ここからは。集中していくよ。何しとん。追加点取れんかったらマジうんこだよ。あー、来ると思ったけどな。取るじゃん、すぐ取るじゃん。マジで言ってんじゃ心細いけどね。ナイス。ゲッツ。でかーい。でっかい。でっかいです。でっかいです。これはでかいんじゃないの？バッターボックスには代打の小久保ということでしょうね。そうですね。インサイド落ちました。よし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 。さあ、原ちゃん行っといでお願いします。そうですね、この起用に応えたい。打った、大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに。さあ、二塁はいけないと。まあまあまあ、いいでしょう。あーお、おー、ぶれー。あっはー、どこ振ってんのマジで。でっかい。
あぶねえ。おーしょ、危ない、ナイス。超えてほしい、超えてほしい。ああ、まあまあいいでしょう。さあ流し打ち警戒。あ、ちょっとラグいな。たまにの内角どう。いけるんじゃない、これマジで。集中いくよ、集中。チャンカ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 チャン。はい、ということでね、なんとか勝つことができました。いや、今の試合勝てたのは大きかったね。あの競ってるレート帯の人だったんで。さあ、ということで823位まで来て、7140レートまで来ました。まあこれからね、下げることなく、油断すると下げちゃうんで、なんだったらもう500以上の、煽りも目指してやっていきたいなと思います。応援のほどどうぞよろしくお願いします。ということで行きましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。せーの、シュタイナー。